ソなんですよ、僕が。モデルさんに怪我させたとかになったらもう。はい、どうも宮田です。先日載せたアンブレラの動画がなんか割といい感じの反応で、まああれめちゃめちゃ本当におすすめなんで、ぜひ見てもらってアンブレラ持ってない人は買ってほしいなと思うんですけど、今日はまあまたライティング初心者向けのネタになっております。その動画の中でも、話したんですけど、このスタンドですね。ライティングを始めるってなって、まあ、ストロボ買って、で、まあ、ストロボの光のね質感とかをそういうアンブレラとか、まあ、ソフトボックスとかを使って変えるんですけど、それを支えるスタンドっていうものがあって、まあ、最初って多分なんとかセットみたいなのを買う人も多いのかなと思うんですけど、まあマジで本当に安いスタンドってクソなんですよ本当に。いやなんかコスパがいいとか本当になんか安めでもいいものが当たればいいんですけど、本当にしょぼいのはしょぼくて、でも初心者の頃ってね何を買えばいいのかってもうそのアンブレラの時もそうでしたけどわからないと思うので、まあなんか選び方と、まあ一つおすすめできるものっていうのを紹介しようかなと思っておりますので、まあ、最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。ということでじゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい、ということで今日はこのスタンドについてのお話なんですが、なんか僕的にはスタンドって多少ね本当に最安じゃなくて多少お金を使ってほしくて、でもね僕も最初そうでしたけど、写真始めてこうカメラとかレンズとかさ、まあ、アンブレラとかソフトボックスとか、まあなんかその写りに関係するものでお金を使っていくとお金ってなくなるじゃん。俺もまだそんなにたくさん儲けてるカメラマンじゃないんですが。まあ、写りに関わる部分が第一というか、そのね写真撮るからには誰かに見せて、ね、褒められたら嬉しいし喜ばれたら嬉しいので、まあ、写りに関する部分っていうのは重要かなと思うんですけど、スタンドとかって写らないじゃないですか。だからこうお金をかける部分として後回しにされがちなんですよ。されがちっていうかしがちなんですよ僕が。だったんですけど、スタンドってまあさっき言った通りちょっとお金少しね出してちょっといいものを使ってほしくて、それなんでかっていうと危ないんですよね。うん、スタンドってまあこういうもので、まあ、仕組み自体は多分分かる人も多いと思うんですけど、まあ、こうやって足が開いてねちょっと絵が狭くて申し訳ないんですが、でこうやって伸ばしてって、まあ、ここにストロボをつけるとか。そういうものなんですけど、まあ最初初めて買ったクリップオンストロボとかをここにつけて照らすぐらいだったらまあ大したことないんですけど、まあそこに以前紹介したアンブレラとかボックスとかをつけるとこの上の部分が重くなっていくんですよね。ここがトップヘビーになっていくんですよ。でそのクリップオンストロボじゃなくて、まあ、モノブロックとかねもう作品にこだわりが強くなっていくがいくほど多分そういう光量の強いものっていうのを使っていくと思うんですけど、そうなるともっともっと重くなっていくんですよ。でそうなった時に安いのってこう細くて、まあ、しょぼい壊れやすいものが多くて本当に。でスタンドが壊れると何がまずいかって怪我するんですよ。怪我したり機材破損したりっていうリスクが結構大きいんですよね。起こらないと問題視しないことなんですけど、じゃあ例えばそれでこうなんか折れて倒れて機材が壊れたとか、まあ、自分のね手を挟んだとかなんかそういう怪我したり破損したりっていうリスクがでかくて、それもまだ自分だったらいいんですけど、これスタンドってモデルさんにこう照明を当てるために立てるんですよ。ってなった時にこれが折れてモデルさんにねバーっていったりとかすると、アンブレラなんてそれこそ金属の骨がねあるし、それが折れて飛び出てとかそうじゃなくてもなんかこうね重たいものがこう当たるんでモデルさんに怪我させたとかになったらもう大変なことなんですよ。なんでまあこうできればある程度のものを使ってほしいっていうのがあって、ちょっと今日その選び方っていうのを紹介しようかなと思っております。はい、でまあ選び方とか言ってもこうスタンドって手に持ってみないとなかなか本来の出来というかそういうものが分かりづらかったりするので、なんか良さげだなと思って買っても意外としょぼかったなとかもあるんですけど、まあちょっと一つのね基準として、まあ、見るべきポイントっていうのをお伝えできたらなと思っております。じゃあまず1つ目なんですけど、まあ、スタンドって一番写りに影響してくる部分で言えば高さなんですよ。これが今一番収縮一番縮めた状態の長さなんですけど、まあ、ここから3段だったり4段っていう伸ばす部分がねこう太いポールの中に細いポールが入ってて、その何段っていうので伸ばしていって最大の長さっていうのを出していくものなんですけど、まあ、高さについては写りに関係して気にする人も多いと思うんで、まあ、その辺は必要なものを買ってください。で、高さを気にする時に一緒に気にしてほしいのがポールの太さなんですよ、ここの。で大概ちゃんとしたスタンドだとここの太さっていうのが出てるはずです。でこの一番太い部分、多分この根元が一番太い部分として多分計測されるんですけど、それが 30mm ぐらいあるやつがいいかなと思います。一般的に使うものだと。もちろんそのスタンドにもサイズがあるんで、高さを上げないやつであればね、全然もうちょっと細くてもいいと思うんですけど、一般的にこう人物ライティングで使うやつだと一番太い部分が 30mm ぐらいあると安心、ある程度安心できるかなっていう基準になるかなと思います。そのスタンドもその短い時は一番めっちゃ短くて、で伸縮の幅が大きいものっていうのはこう高くなっていくほどにこうパイプの径がどんどん細くなっていくので、まあ、最大のパイプの太さと高さとのバランスっていうのも見るべきなんですけど、まあ、一応一つの基準としては最大径が 30mm ぐらいあるといいのかなと思います。これマジで本当にしょぼい、なんかどこで作られたのかわからんみたいなスタンドだと、そのパイプの径が書いてなかったりとか、もうそのパイプの径が太かったところでその肉厚が薄くてこうネジで留めてクランプするタイプのものなんですけど、これはそういう時にこう締め付けで変形していったりとか、なんかそういうのもあるので、まあ、ある程度の値段のものを買うのをおすすめします。はい、でもう一つ気にしてほしいところっていうのがこの足を開いた時のサイズっていうか、何て言うんだろう、足を開いた時のこの範囲っていうのを気にするといいと思います。こうパイプの太いスタンドを使ったところで、この足の開くところがこう狭いスタンドだと安定感っていうのがないんですよ。パイプが折れなくても倒れるんですよね。でその足を開いてる範囲が広いほど倒れなくなるんですよ。もちろん限界はあるけどね、方向、この力の弱い方向とかもあるし。で、まあ、逆に言えばその足が開く範囲がこう広かったとしてもパイプが細いとこう折れちゃってっていうのもあるので、まあ、どっちも大事なんですけど、足を開いたその安定感を得るね、その足を開いた範囲っていうのも重要になってきます。これもちゃんとしたやつだとなんか記載があるか、なんかその足を開いた時のサイズ感が分かるような図があったりするので、まあ、そういうところも一つ見分けるポイントにしてみるといいかなと思います。あと一応補足ですが、ここの足の長さを1本だけ変えれたりとか3本とも変えれたりとかするやつもあって、そういうのはこう不正地っていうのかな、まっさらな平らじゃない地面でも安定しておけたりするので、まあ、そういう場面で撮影することが多い人はそういうのを選んでやるといいと思います。はい、であと一つ、これはまあ僕がちょっと個人的に感じてる部分というか、まあ異論反論もあるかもしれないんですけど、一つスタンドを買う時の知識として覚えておくといいんですけど、ここ穴が開いてるの、これメスダボっていうんですよ。でここに刺してあるのがスピゴットっていうんですけど、これね、金属のもう一つの金属で成形されてるこう硬いスピゴットっていうのがあって、それはメスダボに入れてなんかあるかな、照明側のメスダボをもう一個こう刺して、ここでも締めて。まあ、スピゴットがつなぎ役っていうことですね。っていうスタンドが僕はおすすめです。でこのスピゴットを取った状態っていうのがメスダボっていうって言ったんですけど、これスピゴットじゃなくて、もうそもそもこういう何ていうんだろう、金属のパーツがついてるスタンドもあるんですよ。家にはない。でそういうのはオスダボって言って、オスダボの場合はそのままメスダボの照明がこうさせたりするんですけど。逆に言えばオスダボの照明もあるので、そういうのはオスダボだとつながらないので、その時はアダプターが必要なんですけど、僕は個人的にはこのメスダボにスピゴットを挿してこう固定するタイプのスタンドをおすすめします。もちろんオスダボのスタンドでもまともな値段のを買えば全然使えるものもあるんですけど、なんか安めなものの中でまともなのを見分ける指標として、僕はこのメスダボにスピゴットっていうのをなんか一つ見分けるね、基準としてなんか持ってます。オスダボのやつってここにまあこう固定するものがあるんですけど、それがこうパイプに直接ネジ止めされてたりするんですよね。でそのネジが折れたりするとここから折れるんですよ。折れるって、まあ、折れたことないけど、こうなんかぐらついてなんか回ったりとか綺麗に固定できなくなったりとかしやすいんですよね。でなんかそのメスダボでこのスピゴットを入れて、これ別売りなんですけど、メスダボにスピゴットを入れるタイプで、ここがなんか作り甘いってやつに僕は当たったことないので、ここを信じる一つの基準にしてるんですが、もしかしたらダメなやつもあるかもしれんけどね。まあこういうのをおすすめしたいです僕は。はい。で僕は当たったことないんですけど、このスピゴット自体もなんか質の悪い粗悪品みたいなのもあるみたいで、このスピゴットが折れたっていう信じられんなんかレビューも Amazon で見かけたことがあるので、まあ、ある程度ちゃんとしたものを、ちゃんとしたやつでもそんなに高くないので 1,000 円いかないぐらいなので、なんかバカ安いものじゃないスピゴットを使うことをおすすめします。そんな感じですかね。でまあ今説明に使ってるんですけど、こいつ、これ見える？映ってるかな？こいつですね。トキスターっていうメーカーで、こう映ってるか分からないですが、トキスターっていうメーカーのスタンドになります。トキスターのスタンドは、まあ、何本か持ってるんですけど、僕的にはこの価格帯では結構当たりだなと思ってて、なんか1本おすすめする、安いスタンドで1本おすすめするならこのトキスターかなと思います。これ今説明で使った通り、このパイプが 30mm ぐらいで一番太いとこが1段2段 3段の伸縮になってて、まあ、高さが確か180とか190ぐらいかな。全然違ったわこれ伸縮が4段っていう表記なんですね。これは4段になってて、一番小さい状態で 80cm で、最大まで伸ばすと 240cm っていう状態になるスタンドです。でまあ重さが 1.25kg っていうのなんで、もしかしたらこうロケで使うにはちょっと重たいしでかいし邪魔っていう感じもあるんですけど、まあちょっとした大きさのモノブロックとかライティングアクセサリーとかをつけるっていう場合には、まあある程度安心して使えるスタンドになります。まあ、ロケとかになるとね、なんか日清さんとかが出してるカーボンのスーパーライトスタンドとかが強いのかなと思うんですけど、僕はあれ使ったことなくて、まあ、ロケでこう風に吹かれた時にアクセサリー使っててどんぐらい耐えるのかなっていうのはちょっと興味あるんですが、あれがね軽くてあんだけ小さくてめちゃくちゃ耐えるんだったらいいなと思います。ただまあ仕事撮影の時とかは車移動が多いし、まあ何よりもこう安定感、クライアントに迷惑をかけたくないっていうのもあるので、まあこんぐらいのものをまあ最低限ラインぐらいで使ってます。まあ、他にももっと大きいのでマンフロットのやつとかもあるんですけど、まああれはやっぱいいですね。連結させれるやつ知ってますかね。結構使ってる人が多いやつなんですけど、あれもいいんですけど、ちょっとでかすぎるんで足がね、さっき言った足の広さ大事なんですけど、設置できなくなる時もあるんですよ、大きすぎると。なのでまあいろんなサイズ感のスタンドが必要になってきたりもして邪魔だなっていう感じなんですけど、まあ一つの基準として選んでもらえたらなと思います。アンブレラの時にも言いましたけど、本当にこのスタンドと最初のアンブレラっていうのはなんか初心者をね、初心者にとりあえず買わせりゃ勝ちみたいなのがあるのか分かんないけど、しょぼいのが多いんですよ。なのでまあ最初にある程度のものを買って使ってってもらえたらいいのかなと思います。スタンドなんてもう何本もダメにしたしね、うん、でまあ概要欄にリンク貼っておきますけど、このトキスターに関してはいろんなサイズのスタンドがあるので、まあ、必要に応じたものを買ってみるといいのかなと思います。でアンブレラの動画を見てもらった人はまた同じ話なんですけど、アンブレラの紹介をした時に言ったUnplugged Studio っていうところのスタンドがめちゃくちゃ良さげなので、まあ、僕も次買う機会があったらちょっとそこのを買おうかなと思ってるので、それも買ったらレビューしようかなと思っております。もし持ってる人がいたらコメント欄でなんか使用感教えてください。値段であれはなんかめちゃくちゃいいなと思うんですけど、実はこうだったよとかあれば教えてもらえると嬉しいなと思います。あと一つちょっとおまけなんですけど、アンプラグドスタジオを改めて調べてたらこれを見つけて、これ何かっていうとスタンドケースなんですよ。ちょっと、まあ、こんぐらいのねスタンドケースで、これねめちゃくちゃ安い。俺びっくりした。この色が人気ないのか分かんないけど2700円ぐらいで今売ってるので、もし欲しい人いたら早めに買うことをおすすめします。スタンド入れて、今の80cm のスタンドを入れて、こんぐらいちょっと高さ余るぐらい長物が入るんですけど、三脚も入るだろうし、頭にS 型のブラケット、クリップオンストロボとか、それこそ AD300Pro とか AD200 とかをさせるブラケットとかつけたままでも収納して持ち運べるので、これはめちゃいいなと思いました。で本当これ今日届いたんですけど、作りが中華製と思えんぐらいしっかりしてるんで、これはいいですね。黒色は5000円近くして、まあそれでも全然この作りならいいんですけど、僕は割とこれ機材の中でも見分けやすいので気に入ってこっちを使おうかなと思っております。この下がさターポリンっぽい素材になってて防水なんよ。こういうとこもやっぱなんかカメラマンさんが携わってるブランドだなって感じですね。マジでいいブランドじゃん。はい、そんな感じです。まあ最初に言った通りね、スタンドをマジでこう折れたり倒れたりすると、まあ、機材が壊れたりとか、まあ、そんぐらいで済めばいいんですけど、モデルさんに怪我させたりとか本当にひどい、ね、ことになりかねないので、まあ、一つ参考にしてスタンドを選んでもらえたらなと思います。はい、こんな感じで、カメラとか写真とか気になるガジェットの話とかをしていくチャンネルになっておりますので、ためになったなと思ったら高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。お腹減ったよ。ということで今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。これね、マジでマンフロットの長物とかも全然余裕で入りそうな感じ。大きめのちょっと長すぎる感もあるけど、まあ全然いいっすよ。マジでめちゃくちゃ作り、ここにもポケットがあって、ここにもポケットがあって、この値段で出すのマジでビビるんだけど。